Buenos días, amigos del padre. Padre Sensei no Echato. Así es. Des. Hoy es tratamiento. Hay que un neto mae de. Zengo, ni boca sacsen. Oh, mite kai tomemas. Hay. Sugoi kawari banco. という戦略。はい。何なのか。ってなりますと、相手ネット前の相手を動かす、戦略になります。なので、これ自体でポイントを取ることはないんですが、例えば、一人の相手が、体力が、ないだろう。疲れ切ってるだろう。っていうシチュエーションの時に、その選手を追い込んで、で、ミスを誘い出す。もしくはチャンスボールができて、自分が攻める展開を作っていく。 っていう戦略になります。トルナメントは今現在ワールドパレードツアーで最も使われている戦略になりまして、で、アイデアとしては、足元とロボを混ぜることによって相手を前後に動かし、で、疲れさせる。なのでこれはもう交互っていうルールは全くなく、うまく混ぜることによって相手が常に動いている状態を作っていく。 はい。で、これをすることによって、相手がミスが出たり、ロボボレーが中途半端になったり、ガンチョが弱くなって、いいコースで叩けるような流れを作るための戦略になります。で、トルナメント、どうやってやるか。はい。先ほども、コンセプトとしては、相手の足元とロボを混ぜることによって、振り回すっていう、 ことが大事になってくるんですが、まずはドロップショット、もしくは相手のローボレーですね、をさせること。これをすることによって、相手を一瞬詰める必要性がありますので、相手に一回詰めさせる。で、その同時の、帰ってきた球をしっかりロボを上げ、で、相手にバンデハ、もしくはガンチョ、どちらかというと下がりながらの対応ですね、をさせることによって、相手を一番最大限に前後に動かす。っていうのが目的になります。 で、これをもしロブの時に落として頂ければ、そのタイミングで前に出るチャンスになりますし、このガンチョが先っぽに当たって浮いた球になった時には、カットして自分が前に行ける。もしくはローボレーの時が浮いた場合、それをカットして前に行く。っていう様々な流れにつながりますので、基本的には、まずローボレーと高いショットを回していくことが大事になります。はい。で、その際に自分のポジションとしては、早めに取ることが大事になりますので、 相手に時間を与えすぎますと、いつも通りのポジションに戻り、で、次の球にしっかり反応ができてしまうっていう状況になってしまいます。一歩サービスラインに入る。できるだけ早く取る。なので、基本的に相手の球をハーフボレーでしたり、ボレーでカットして、で、できるだけ相手に待つ時間を与えない。っていうのが大事になってきます。はい。 トラテミント、から脱出する方法、されてる状況、自分が、ネット前でせっかくいるのに、自分が攻めてる気がない。したり、自分がペアが動かされてるなっていう気づいたとき、まず大事になってくるのは、それをしっかり気づくこと。が大事になってきます。なので、基本的に、自分に、もしくはペアにボールが集中している。また、自分が、居心地が悪い、しっかり攻めれる状況でないシチュエーションが多い時には、一回ペアと話し合って、もしかしたらこれトラダミエントではないかっていうのを一回分析し、そこから2人で戦略を組んでいくことが大事になってきます。で、まず脱出する方法として、大事になってくるのは、時間を稼ぐこと。なので先ほどもトラダミエントをする際、大事になってくるのは相手の時間を奪うことと言いましたが、 脱出する時には作ることが大事になってきます。で、それをするためには何ができるかって言いますと、壁でしたり、何かしらを一回当てて相手に一回待つ時間を作る。それをすることによって自分が一回もう一回、一番ベストなポジションに戻り、次の球に反応しやすい状況ができますので、
ベストなショットとしてはバンデハでしたり、ガンチョをセンターにゆっくり置くことによって相手がカットしづらく、一回壁に当たるまで待ってで打つっていう状況が作りやすい。もしくは金網ですね。金網をカットできない場合、一回待って詰めることができませんので、その時にもう一回自分のポジションに戻りで相手に、まあそうですね、短いボールでしたりボブが読みやすくなるっていうのができるようになります。以上がトラタミエントの戦略の紹介になります。なのでする際と相手が脱出する、まあ、この両方を紹介しましたが、自分が仕掛けるときには相手がどういうところを狙ってくるかっていうのを意識するのと、あとはされているとき相手がどういうことをしたいのかを意識することによってトラタミエントを有効に使おう、もしくは脱出することができるようになりますので、ぜひ次の練習、次の試合で使ってみてください。以上、パデル選手の A ちゃんとアシエルでした。どうぞ、アンビゴーゼパデル。